こんにちは。31日ですね。ジャムさんありがとう。2022年最後の日だから一瞬挨拶しに来ました。サマさんありがとう。よしこさんありがとう。よしこ番長、番長じゃあこんにちは。昨日のレコード大賞を見ていただいて皆さんありがとうございました。こう去年のレコード大賞はですね、去年か、あの記憶になかったんですが、今年はしっかり記憶にもあります。よかった。 S ゴリラさんありがとう。今年も一年ありがとう。アイアイさんありがとう。いや楽しかった。サングリューさんありがとう。レイナさんありがとう。デコポンありがとう。エイコエチコさんありがとう。サさんありがとう。大福さんありがとう。エメチさんありがとう。クーダイさんありがとう。ナツソタさんありがとう。いやー今年もありがとう。みんな来年もよろしくね。とチャマさんからありがとう。まやさんありがとうございます。 SKMY さんありがとう。ささ31さんありがとうございます。いや本日は桃色高津線の方に出演させていただきます。秋田からありがとうございます。さくらんぼさんありがとう。まやさんありがとう。まりまさんありがとう。ちろんさんありがとう。レコ大号泣してみました。おお、号泣ありがとうございます。ね、2022年楽しいことだらけでした。本当にグループとしても個人としても本当に楽しいことがいっぱいあって幸せでした。また皆さんとお会いできる日を楽しみにしております。まあ、そんなこんなで私はありがとうございます。メイバウディッシュさんありがとうございます。メイバウさんありがとうございます。あざっす。あざっす。はい、チコさんありがとうございます。じゃあまたね、またタイミング見て空き時間あったら生配信したいんですけど、あるか分かりません。本当にいい年をお迎えしてください皆様ね。カノータンさんありがとうございます。スーさんありがとうございます。チャーチャーさんありがとうございます。またね。曇りガラスの向こうは風の街。 MO さんありがとうございます。個人的にはあの楽しかった一年でした。じゃあね。